お待たせしました。今日は8時からの配信ですか。皆さんは多分あれだよね、お仕事とか学校終わってって感じかな。すごい、もうコメントが読みたいんだけど、どこを拾ったらいいのかわからないくらい、ありがとうございます。テストだったんだ今日。お疲れ様だね。おお、いっぱい、おわら食べてたってめっちゃ嬉しい。いっぱい食べてください。わら美味しいよ。バイトとか、おいっぱい来てる。あ、サッカー見てる人が確かにいっぱい。サッカー見てる、サッカー見てる。みんな今日サッカー見てるの？私も見なきゃ見なきゃ見なきゃ。ということでね、他は何してるんだろう。やっぱテストが多いね。コメント止まっちゃった。もう仕事とか終わったのかな。サイリンテレビ出てる？何の番組？見たいんですけど見たいよ。あ、夜ご飯、そうだね、ご飯の時間だね。料理途中、コーヒー飲んでる。あー、今から夜勤頑張っていいね、いいね。あ、ガヤとか見てくれてる人いる。そうだ、ありがとうございます。この間ね、今週出させてもらいました。そう、ということで宿題行こうかな。前回、昨日のメンバー、ひなこから、ひなこって言っちゃったもうきーちゃんから来てます。こちら宿題、これが来ましたので。なんか前回が一番最初に出た時も逆だったんだよね。私の次にひなこの時とかがあったから、今回は逆だなと思って嬉しい。これね、いきますよ。ではひなこ大好きだよ、見てる、嬉しい、ひなこ大好きだよ。最近会ってないの、きーちゃん元気かな。そうだよね、写真集だよね。超楽しみ、早く見たい。一番最初に見せてね、楽しみね。見たいよね、みんなも。ありがとう、ありがとう。あれも見た、アンダーの MV とかも。日常だっけ、日常だよね。かっこよかった、衣装もかわいいし、ひなこもかっこよかったし、かわいい、みんなかわいい、優勝はい。ということでね、今週14日に22枚目のシングル帰り道は遠回りしたくなるがリリースされました。わーい、ありがとうございます。今回はね、まあタイプ D まであって通常版もありますが、私が参加してるのは帰り道は遠回りしたくなると、カップリングでショパンの嘘つきっていう、いくちゃんとサイリンと3人で歌ってるユニットがあるんですけど、そうだね、3人でレコーディングとかもして、セリフの部分とかちょっとこう最後に撮ったんだけど、なかなかこう難しくてね、何回もこうお互い恥ずかしがりながらやったり、納得いくまでこう何回もテイク重ねて撮ったりして、楽しいレコーディングでしたよ。そう、ありがとう。お、3万人いって、ありがとうございます。嬉しい。お、聞いたよって人いる、ありがとう。そう、ちょっと大人っぽい曲なんだよね今回の。だから3人、いくちゃんと松だから、なんか可愛い曲なのかなって思ったんですけど、こう聞いた曲が結構こう確かに大人っぽい、ちょっとセクシーな曲になったので、まあいつかこう善悪になるのかな、披露する時ってとかでね、やるのは楽しみにしていて、
くれたら嬉しいなと思います。そう、まあ表題曲もすごいいい曲で、昨日もちょうど生放送で披露させてもらったり、最近は結構歌番組でたくさんね収録とかで披露してるんですけど、そうそう、最後のさ2列になってさラッサビ踊るときに目の前にさアスカちゃんがいるのね。でそこのアスカちゃんをいつもこう笑わせようとしてるんだけどね、いつもニコニコしてくれるんだよ嬉しいよねそう、笑ってる、よく見てる人は分かると思うんだけど、そうそうそう、そうだ、いっぱいなんか情報が解禁されたんだね。そう、キャンキャンもマッチと2人で撮りました、ニュースになってた、嬉しい、すごいバカっぷり、バカっぷるぶりが見れると思うんで、そちらもねぜひ楽しみにしててほしいし、そうホワイトっていう雑誌も、できるから、なんかしかも結構ボリュームが多いだよね、50ページくらいあるのかな、のでぜひ楽しみにしていてください。そう50ページあ、そうだね、レコード大賞も今日なんか決まったっていうか昨日か発表されたんだよね、ノミネートなのかな、また嬉しい、今年も出れるのは、しかもシンクロニシティすごく嬉しい、年末にねまた何かねこうみんなで結果残せたらいいけど、まあじゃなくてもこう楽しんでできたらいいなって思う。シンクロニシティを踊ってる時本当になんて言うんだろう、楽しいし、なんかメンバーもみんな多分今までの楽曲とはまたちょっと違うテイストだから、みんなも楽しいって言ってくれてたりね、またそれでみんなでパフォーマンスできるのはすごく嬉しいって思った。そうだよね、もうすぐ年末だしな、早いよね。昨日とかさ大阪に行ってたんですけど、空き時間あってテレビ見てたらもうクリスマス一色の CM で、まいちゅんとかみさとかゆうりと、早いねってもうしみじみしちゃった、たこ焼き食べながらそうね、1年早いね本当に、ありがとうございます。ということで次に行きますね、連動企画、帰り道は遠回りしたくなると連動した特別企画をやりたいと思うんですが、題してみんなの〇〇はバツバツしたくなる、やったー。ということで、帰り道は遠回りしたくなるのような〇〇はバツバツしたくなるを事前にツイッターで募集しました、ありがとうございます。ここにネタがたくさん届いてるので、私が気になったものをいくつか読み上げていきたいと思います。すごいね、みんなよく思いつくね。このこんちゃんさんのバイキングではスイーツを別腹で食べたくなるとか、わかる、めっちゃわかる。しょっぱいものを食べた後は甘いものが食べたくなる、すっごいわかる。逆もそうだよね、甘いものを食べた後とかはさ、なんかこうしょっぱいもの欲しくなるじゃん。さあわかるわ。あとね、あ、モバイルバッテリーを忘れた日は早く家に帰りたくなるなるほど、借りちゃうな私だったら、あの充電器とか。ありがとう。あとはユートンさんのかさぶたは剥がしたくなる、これはもうめちゃくちゃ共感。私すごい小学生の時かな、よく転んで膝すりむいてたんですけど、
すぐかさぶたできて、いつも剥がしちゃうからなかなか治んなくて、そうずっとその繰り返しだった。あとかさぶたとかさ、日焼けした皮、海行って私も小さい頃よく皮むけてたんだけど、そういうのとかね、むきたくなるよね、めっちゃわかるよ。そうそうそう。あとはとしさんね、マヨネーズは何にでもかけたくなる。これは私のことを思ってこうお題してくれたのかな。めっちゃわかるよ。ミント MK22 さんとか、車の中は大声で歌いたくなる。うん、わかる。車とか、まあ、お風呂とか、確かにこう密室の時とかって結構こう誰も聞いてないからさ、大声で歌いたくなるよね。わかるわ。あ、逆にね、共感で、パ、なんて読むんだこの名前、なんか英語の81923、可愛い子がいるレジには並びたくなる。多分これ男の人限定でしょ、ちょっとわかんないな。誰でもよくない、早いとこに並びたい私は。レジが空いてるところ。そう、あ、これめっちゃわかるよ。北風と太陽さん、トンネルの中は息を止めたくなる。いつもやっちゃうこれ。なんかさ、あるよね、あの言い伝えみたいな、こうトンネルの中ってちょっとなんか何か出るよみたいな言い伝えがあるの、私も聞いてからもう完全に自己満だけど、いつも一生懸命こう息止めてる、出るまで、出口に出るまで。すごいわかる。うん、生ハゲビーバーさん、季節限定商品は買いたくなる。わかるよ、限定ってやっぱ弱いんだよね、女の子とかさ、女子って。だからなんかどこどこ限定とか、この味限定みたいな、今だけみたいになるともうすぐ買っちゃう。あとね、このマリノさんのプチプチは潰したくなる。これみんなやるでしょ絶対。私はあのプチプチを丸めて一気に絞っていっぱい潰す人です。一気に一個一個も潰すけど、なんか大きいプチプチだと一気にこう丸めて絞り潰しますね。気持ちいいんだよね、あの瞬間。わかるわ。みんなすごいね、こんな面白い。なんか、あー、こんな感じかな。うん、面白い。難しいね、一番決めるんだよね、今日の一番共感したネタを。どうしよう、2個で悩んでるよ。でもみんなが共感できるやつがいいから、私は決めた。発表しますよ。ゆうとんさんのかさぶたは剥がしたくなるに決定です。これ絶対さ、共感してる人いるよね。いない？かさぶた、それか剥がさないのかな、頑張ってこう我慢するのかな。ほら、わかるわって言ってくれてる人いる。そう、痛いんだよ、痛いんだけどさ、どこまで剥がせるかが楽しくないですか。その綺麗に剥がせた時って嬉しいじゃん、やっぱりね。でも早く直したい時は触んない方がいいよね。気をつけます。はい、ありがとうございます。ということで、お、5万人行きました、ありがとうございます。このお時間にみんな帰ってきたのかな、お家とか。ありがとうね。血が出ちゃう、そうだね。そうそうそう、紅白ありがとうございます。そうだね、今年も紅白出場決まりました。嬉しい、また全員でね、で出れたらっていうか、
出れるといいなって思うし、まだ楽曲とかは全然何も決まってないけど、やっぱり今年の一番最後年末を締めくくる番組だから、うーん、いいね、嬉しいね、出れるのは。平成最後だしね。あ、そうだね、今日バズリズムだね。バズリズム、そう、何曲か撮ってきたので、新曲だけじゃないんだよね。いや、言っていいのかなっていう。そうなの、絶対見てほしい。ちょっと遅い時間だけど、個人 PV も見てくれた人いる。あれどう思ってるんだろう、みんな。マジっ子マニア。そう、なんかさ、情報解禁されて予告動画が出たじゃない。予告動画が出た次の日にさゆりんに会ったの。そしたら第一声がもう MV 超可愛かったって言ってくれて、なんか同じそのタイミングでちゃんとチェックしてくれてるんだと思って、私はびっくりした。ちゃんと見てくれたんだと思って。まあそんなさゆりちゃんのもうすごかったよね。なんか吹っ切れてた感じがめちゃくちゃ面白かった。なんか今回の個人 PV ね、みんな面白い。まだ見てない人はぜひ全部見てほしいな。すごい、いくちゃんとかいっぱい来てるコメント。みんないくちゃん好きなのか、ライバルだな、やばいね。そうだね、魔法かけるぞ。絶対やんない、恥ずかしいじゃん。握手会とかで来そうだよね、みんな注文してくれそう。その時はやるけど、今はちょっと恥ずかしいからね。うーん、ん、今日誕生日だって、おめでとう。誕生日いいね。乃木坂賞っていういつ、今日なのかな、乃木坂賞。そう、オープニングコントをなーちゃんと今回撮ったので見てください。私、あ、まあ、見てくれたら嬉しいな。乃木坂賞って、そう、フルサイズだからちょっと特別だよね。あ、日曜か。じゃあ、あさって？あさってだね。うわ、みんなテストとか言ってる。受験とか。その季節か。なんか前々回もみんなテストとか言ってた気がする。あ、大変だ。ショールーム見た後は、じゃあテスト勉強して、ゆっくり寝て頑張ってください。本当に応援して、だってめっちゃ応援してる、頑張って。ありがとう。はい、明日仕事。あ、ハリーポッター、そうだよ、今日見なきゃね。はい、ということで次の企画に行きますね。では、そう、乃木曜日選手権、イエーイ。今週は帰り道は遠回りしたくなるを遠回りでも PR したくなるってことで、ユーザーさんからトークテーマを募集してトークを展開しつつ、遠回りでも最終的に帰り道は遠回りしたくなるの告知につなげられたら1ポイント。これを繰り返して100秒間で何ポイント獲得できるかを争います。
週の中でポイント獲得数が最も多かったメンバーへのご褒美は焼肉を食事券ですということで、はい、お、今週のメンバーの記録こんな感じ。ミオナがもうすごいね、6ポイント稼いでるからすごい。私多分ちょっと苦手かも。マーヤもすごい、でもひなことミリアも2ポイント稼いでる。難しそう、頑張る。どんな、そうだよね、帰り道は遠回りしたくなるにつなげればいいんだよね。やりますよ。ということで、テーマはどこから、自分で拾うんだよ。めっちゃ難しい。ちょっと待ってね。じゃあスタートしようかな。ではよーいスタート。何、お鍋だって。お鍋、冬は寒いから食べたくなるよね。でもテレビ見て食べるのもいいけど、でもやっぱり新曲帰り道は遠回りしたくなるを聞きながら食べてほしいな。こんな感じでいいんですか。はい、次。遊園地だって。遊園地は、まあ子供がいっぱいいるよね。親子連れも多いし、お化け屋敷もある。でもお化け屋敷怖いから、その入る前に帰り道は遠回りしたくなるを聞いて、ちょっと心を落ち着かせてから入ってほしいな。はい、こんな感じ。お、どうしよう。おでん、あ、ダメ、おでんやめよう。さっきちょっとかぶっちゃうからやめよう。クリスマスプレゼントはそうだね、やっぱりワクワクするし、サンタさん今日も来るかなって思うし、とだけど朝起きたらやっぱりこう枕元に帰り道は遠回りしたくなるが置いてあったら一番嬉しいなって私は思う。はい、お年玉、やっぱりおじいちゃんとかおばあちゃんからもらうのすごい嬉しい。で、何を買おうかなって思った時に帰り道は遠回りしたくなるを絶対私は買うと思います。はい、超難しいじゃん。なんかちょうだいいやつ。北海道行きたいね。やっぱりこうスキーとかしに行きたいなって私は思うし、なんか車移動とかも多いと思うから、その途中に私は帰り道を遠回りしたくなるを聞いて、こうスキーでも滑りながら聞きたいなって思います。あ、終了だって。終了。意外と難しい。みんなめっちゃあれくれるんだね、お題。ありがとうございます。結果は5個だそうですよ。意外とできちゃった。でもあんな感じでいいのかな。はい、ということで私の結果は5個ということなので、今週の優勝はミオナが優勝です。パチパチパチ。ミオナさんには焼肉お食事券をプレゼントいたします。ありがとうございます。楽しかったね、ありがとう。ありがとう、ありがとう。美味しかったね。すごいよ、見て、手元にこんなのがあるの知ってる？しかもさ、宛名が変わってくんだね。アスカちゃんやから、ユミ、マイチュン、ワカ、アスカ、真夏。みんな絶対つけない、真夏ちゃんまで。気持ちだけ受け取ったよ。面白いね、やっぱ真夏最高だね。ありがとうございます。ということで、そうだね、次回のメンバーへの宿題を考えたいと思うんですけど、何にしようかな。まだこう誰とかはわからないので、次週メンバーへで、何がいいと思いますか。これ使えばいいのか、この猫耳ちゃん。でももう飽きちゃった、みんな。そんなことない、結構みんなやったのかなね。猫、あ、モノマネとかもいいよね、早口言葉とかさ。あ、でも猫耳使おうかな、せっかく置いてあるなら。ちょっと待ってね、
誰だろうね。そろそろまなっちゃん来るかなって確かに真夏だったらいいけどね。オッケーオッケー。じゃあどうしよう、ちょっと待ってね。よし、お、なんかお、よっしゃ、ちょっと待ってね。難しいね。よし、できたよ。オッケー、できた。こんな感じでいいですか？じゃん。次回メンバーへ、この手元の猫耳をつけて私の好きなところを言ってほしいにゃん。語尾ににゃんってつけてください、絶対。っていうこと、絶対可愛くなるよ、楽しみ。こんな感じでお願いいたします。よっしゃ、誰だよね、すごく楽しみ。はあ、もうちょっとで終わっちゃうよ、どうするどうする。お、ザンビ行ってきたって。今日からだよね、本当にみんな頑張ってたから。私も見に行く、いつか見に行きたい、見に行きたいよね、っていうかね、なんかどっちのグループでもさ、両方こう違った個性っていうか違った面白さがあると思うから、本当は両方見に行きたい。時間が あったらいいな。ね、行きたいよね、みんなも。行く人いるのかな。あ、和歌の舞台も行こうと思ってる。なんなら最前で見たい。お願いします。あ、もうなんかメンバーの舞台とかミュージカルはね、基本的に行けるときは行こうと、行こうとっていうか行ってるので、そうですね、楽しみ。これから多分みんな、そのれいかちゃんとかもそうだし、いくちゃんもミュージカルとか他の子も舞台いっぱいやってるから、みんなの応援っていうか見に行きますよ。最善気まずくない、だって。そうなの、私はもう最善で見たい、見るのが夢、絶対叶わなそうだけど見たいな。はい、お、ということでちょっと
あのこの後そうで無料ニュースアプリスマートニュースの乃木坂46チャンネル内で乃木曜日アフタートークを配信予定ですので、ぜひ皆さんそちらもご覧ください。そう、 CM が放送し始めました。アスカちゃんと2人で出てるんですけど、第1弾であの牛編が出てるんですけど、また何個かねあのパターンも出てくるので、ぜひ楽しみにしててください。見ちゃうね、あれスマートニュースって言ったら、はい、嬉しい。ということで、あっという間に30分、終わっちゃったんですが、またいつかね機会があったら配信しますので、しかもこれからまた年末に向けて多分いろいろ歌番組とかも出てくと思うので、ぜひ皆さん一個一個チェックしてくれたら嬉しいです。ということで、そろそろ私はこの辺で良い週末をお過ごしください。じゃあね、バイバイ。